じゃあ、これこっちだ、こっちだ。あ、まあもう、ね、一本一本切ってるからね。そういうことか、はい、そうそう、こんちゃ、こんちゃ、はい、まあ、いよいよプロに入って、はい、まあ、ジャイアンツの寮に入るわけだけども、はい、プロの世界を最初に見た時っていうのはどういう感覚だったの？そのレベルの高さってことですよね。まあ、レベルの高さなのか、なんかこう華やかな世界だなと思ったのか、まあ、最初はもうやっぱこうファン的な感じで、こう新岡さんがいたり阿部さんがいたり、その合同実習の時にうわーうわーって感じで見てましたけど、うん、キャンプ僕2軍スタートで、正直なんかこのノックとかレベルが全然違うんだろうなと思って見たら、あんまりなんかこのうわーって思わなかったですね、ノックは。守備とかね、はい、うん、でバッティング練習はやっぱりそのバックスクリーンにホームラン打ったりとか、その2軍の選手で僕も名前も知らない人とかがセンターにホームラン打ったりとかするんで、あそこはやっぱちょっと違うなって感じましたね。2年目のキャンプ、はい、1軍キャンプで、はい、まあもう今でも忘れないけども、原監督があのショートを守ってるあの坂本勇人っていうのを今年から使っていこうと思うんだけど、ちょっとお前どう思うって言ったら、すごいダイナミックな動きしてるんだよね。なんかまだ体も細いしさ、はい、ね、手足は長いし、はい、なんかタコみたいにこうやってやってたからさなんかすごくダイナミックに見えたわけ、でもやっぱ球際は強いししっかりしてんなとか思ってて、でも2年目使われてどうだった、はい、フル出場だっけ？全試合は出ました。そうだよね、スタメンで、はい、でも高校出て、はい、いきなり2年目からフル出場ってさ、全試合っていうかさ、はいはい、相当疲れたと思うけど、なんかもうその疲れとかすらなんか多分あんま分かってないですよね。その試合に出ることに必死すぎて、そう毎日起きて、あ、今日も試合だ、頑張んなきゃ頑張んなきゃみたいな。いやでも嫌になる時ってなかった？やっぱ守備は特にありました。守備でやっぱありましたね、エラーしてとか。気にするの？いや、やっぱします。今でもやっぱしますね、エラー。打てないぐらいじゃあんまりしないですけど、うん、守備のエラーは気になりますね。そうだよな、はい、僕は気にする、気になる、はい、でバランス崩すときある。投げるのがやっぱありますね。あ、投げるエラーが嫌なの？はい、やっぱその若い時特にこっちがめっちゃ多かったんで、うん、この辺がわーって なってたんです。じゃあイップスに慣れかけてた？イップスにはでも全然ならなかったですけど、まあ、そう、いや、タイプ的になるタイプじゃないよね。まあ、ならなかったですけど、でも本当にでもそのあれで多分ちょっと弱いとなっちゃうんだろうなっていうのはなんかそのなんとなくわかりますけど、うん、なりはしなかったです。なりはしなかった、はい、でもやっぱこうなんていうの、高校出て2年目で、はい、プロの一流のピッチャーについていかなきゃいけないじゃない、うん、はい、どうだったの？やっぱついていけなかったですね。そのこう敗戦処理とか、そのローテでちょっとこう4番手5番手のピッチャーからなんとか打てそうっていうのはありましたけど、うん、やっぱその当時やっぱり川上健進さん、広島にいたルイスっていう外国人ピッチャーいたんですけど、とかもう、あ、もうこんなん打てないっていう感じでした、ね、うん、初ホームランは覚えてる？はい、覚えてます。楽しいですよ。うちのスタッフでね、はい、坂本勇人を初めて見たっていうプロ野球を、はい、で、やっぱこう憧れの選手あって、はい、あ、これが坂本勇人かって言ったらホームラン打ったの、はい、その試合で、はい、その試合がお母さんの命日やった。それは覚えてるから、ね、僕のお母さんの命日。もちろんなんかよく打ってるよね。打ちますかね。いや、お母さんの命日っていうのはよく打ってるっていう印象があるし、記事にも聞くし、まあ、まあ記事になるから、まあ一回開幕戦が命日の時もあったんですよ、開幕が遅れて、うん、あのホームランを打ったこともあるでしょ。ホームラン打ったことあるのかな。いや、お母さんがこうやっぱ体調悪くされて、はい、ね、あの車椅子で、ああ、それははい、そうですね、1年目ですね。うん、だから、あ、1年目の時か、その時にホームラン打ってるよね。はい、打ちましたね。まあ、その時は意識して、いや、まあ、意識っていうか、まあ、もう体調全然ダメだって聞いてて、で試合見に来るってなって、うん、でもまあ多分最後になるんじゃないかって言われてたんで、1打席目の初球にホームランです。まあ、でも良かったですね、本当に。いや、良かった ね。ハヤトにとってお母さんってどんな存在だったの？いや、もうやっぱ一番僕のその小学校、中学校の時は野球に対してそのいつも見に来てくれてたんで、あとめっちゃ気強いんですよそう、めちゃくちゃ強くて、うん、あの、まあ、それも多分ちゃんと僕も受け継いでるんで。でも弱気になったら許さんみたいな。いや、もうめっちゃそうっすね、うん、なんか そういう部分は、まあ、強いお母さんだったっすね、うん、
でも早くなくされてね。そうなんですよね。だから僕が1軍でプレーしてるの見てないんで、1年目になくなっちゃったんで、はい、そうか、そこだけが本当にそうですね、心残りっちゃう心残りですね。でも2年目から本当にあのキャリアをね積み上げていくわけだけども、はい、まあ昨日改めて早田のこう功績というかこう成績をずっと見てたんだけど、もうね覚えられないぐらいあるんだよいや史上初とかさ、はい、ね、まあ例えばショートで首位打者を取ったのが初めてとか、はい、セ・リーグではそうそう僕が、そうだよね、はい、なんで取れんのかなと思うよ。俺も1回あの2年間ぐらいショートをやったことがあって、はい、めちゃくちゃ疲れるんだよもうほんと差があるよね。あるんすかね、精神的に強いというかさ。でもなんか2000本安打打ってる人結構ショートの人多いっすよ。ショートの人多いけど、はい、16年間やった人っていないじゃない。まあ、そうっすけど、はい、16年って言ったら気が狂ってる感じがするもうな、痛みとかなんか魚かみたいな、痛覚ないのかみたいないや、そこは何なの。でも結構そうっすね、僕若い時から小笠原さんとかチームメートと先輩としていて、その小笠原さんがその試合に対する準備がすごかったんですよ。そうだね。でそれを見て、こんなすごい人でもこんなに細かくこう毎日試合があるのにやってるのを見れたっていうのは僕は大きかったですね、うん、僕もお酒とか大好きだったんで、昔はもうバーって飲んでたんですけど、どんだけ飲んでもそういうことはちゃんとするとか、そこのこの切り替えはちゃんとやってたんで、多分ああいうの見てないと、飲んで起きてなんとなく準備して試合行ってってしてたら多分絶対こんな成績になってないんで。いやでもそういう見る力とか素直に受け入れる力っていうのもあるよね。それとスランプになった時も、はい、ね、いろんな選手に聞いて素直に受け入れて、はいはい、それをヒントに復活していくという。そうですね。やっぱその性格っていうのは何なのかなと思う。野球に対しては本当にでも素直だと思います。本当素直だよね、何言われても多分、はい、自分がその上手いって思わないんで、本当に聞きたいですよね、なんかいろんな人に。だから純粋だよね。純粋じゃないかもしれないですけど、いや野球に対しては、はいはい、純粋なる感じがしない野球に対しては純粋です野球に対してはすごく純粋だと思うよ、はい、まあ、多分そこはでも素直にマイナスな部分もちゃんと受け入れて、はい、やれてると思います。だからスランプになった時も、はい、まあ、ある程度人に聞いたりとかヒントをもらったりとかして復活していったって、はい、まあ、昨年は悪かったじゃない、はい、で今年復活を遂げてみたいな、はいはい、あったけども、やっぱそれも何かきっかけがあった。今年はそうですね、今年はキャンプの時つらそうだったもんな。まあでも隼人、はい、も、はい、まあ、これから、まあ、監督とかね、はい、まあ、首脳陣に後輩に指導していく立場になっていくと思うけども、はい、やっぱね、ある程度ベテランになってくるとそういう刺激を入れるっていうことは大切な時があるんだよ、はい、どう思われても、はい、でもそういうのは必要ない選手だもんな。いやいや、どちらかというとミスタープロ野球でヒーがついたんだよ、トップだからね。いやいや、え、6番みたいなね、ね、いろいろありましたね。いや、いろいろあった、辛そうやったよ、本当に。でもそれをやっぱ跳ねのける気の強さ、よーし、もう一回やってやるみたいな、まあ、ありましたね、やっぱり、ね、やっぱあったよね、やっぱり意地みたいなのがね、ありましたね、はい、うん、でもそういう意地っていうのはさ、いい方向に向くと、はい、まあ、結果としてね、いい方に数字が出ると良かったよね、はい、いや、もう本当良かったです。まあ、多少ね、その見返してれてる部分もあったと思うんで、自分に対して自分を鼓舞してるというかさ、まあ、でもそういう気持ちがないとやっぱやってない。やっぱプロ野球ってそうだよね。本当そう思います。僕もやっぱ原監督なんかもうずっとこう厳しくされてたんで、うん、普段めちゃくちゃ優しいんですけど、ユニフォーム着た時めちゃくちゃ厳しいんで、そこでこう落ちることはなかったですね、うん、でもあのやっぱプロ野球の恩師っていうような人は何人かいると思うんだけども、はい、やっぱ原監督もその一人でしょ、やっぱり。いや、もう一番の。そうだよな、本当に2000本打とうがホームラン40発の動画、調子悪かったらちょっと怖いって言ってバーって練習させられるんですよ、うん、僕だけなんですよ。他にもっと若い選手いるでしょう、指導しないといけないのって思いながらも、本当にもう僕だけは絶対にちょっと怖いって言ってやらされるんですけど、いや、それはやっぱり今思えばめちゃくちゃありがたいことでした、ね、いや、可愛かったんだよ、はい、やっぱり自分が本当に育てたっていう、はい、意識もあるんだよ、監督の中でね、はい、うん、だけどやっぱその監督と戦いながら、はいはい、葛藤しながら、はい、よし見とけみたいなのが
やっぱりいい相乗効果としてあったような気がするな。やっぱ常に ありましたね。やっぱずっと子供扱いな感じだったんで、そこもやっぱり理解したいなっていうのがあるんで、でも今まあ監督が退かれて、はい、でも恩返しは十分してきたでしょ。そう思うでしょ。いやそれちょっと分かんないですけど、いや数字見たら絶対そうだと思うよいやショートで40発打つとか、はい、ありえないじゃないなかなか、はい、そういうことも達成してるし、はい、首位打者も、はいね、最多安打も、はい、最高出塁も、はい、そのタイトルを取った中で何が一番価値があると思う。いろんな、まあ、例えば2000本も打ってる、 MVP も取ってる。僕はもうショートで2000試合ですかね。人にもいないということで、そこはなんか、まあ、ちょっとだけは誇ってもいいのかなと思います。いや、だいぶ誇ってもいいいやいやこれからも出てこないと思う。いやいやいや、なるほどね。ショートの2000試合、僕の中ではまあ、はい、そうですね。首位打者とかそういうことではない、はい、ショート初のセ・リーグで、はい、そうではない、はい、2000試合、はい、はい。